でこの間のさんまさんとかの見てたと思うんですけど、はい、あんなさんまさんなかなかいないというか、あ、そうなんですね。だってラジオで名前出しましたよね、うん、あんなそう見ました。やらない、絶対やらないですよ、うん、そうですね。だからどういう食い込み方をしたんだろうっていう お二人でも美咲さん見ましたよね。僕は、はい、まあでも酔っ払ってましたね、みんな、うん、全然酔っ払ってましたね。特別何かしたことはないんですけど、正直さんまさんに対しては本当に普通に話させてもらって、さんまさんバリバリ怒らさせられてましたよね。そうですね、すげえ金請求されてたらしいですよ。すごかったっぽいですね。一番高い前に2回ぐらい食らってましたよね、まあ、いや普通やんないですよ、テレビ局の人間さんまさん相手それ、うん、でも自然にできちゃうんですよね。いや僕らやってないですよね、僕ね。僕らは正直何もしてないとも多分してないですよ、正直、はい、本当ですか。周りにいるそのなんか、ね、野人馬たちが勝手にしてるんですよ。多分名前出てきたのは僕らだけなんで、僕らがやってるに見えるんですけど、そうそう、僕らは正直、ね、何もしてないって狙ってない。あ、これ誤解されてますね。売り上げ上がって僕たち別に何もない、まあ、そう、何も意味ないんで、ちょっとごちそうになって飲ましてもらったんですけど、はい、でもさんまさんがその俺死んだらじゃあ YouTube 出してて、あんなの初めて知りましたよ。びっくりしましたね。あれ約束っていうふうに表現してくれてたんで、うん、いや俺たちも酔ったノリで言ってるだけなんで、まあ覚えてないかと思ったんですけど、それ言ってくださったんで、ラジオでシラフで言ってたでしょ、うん、覚えてたんですね。確かに、ね、結構みんな本当に飲んでたんで、はい、そんなそうでいいろ、そんな絡んできてるわけですよ、はい、あんなこと言う人じゃないですよ。ちょっといきさつを話すと、まあ数日前にですね、飛鳥キララさんに、キララさんに呼ばれてですね、とある六本木のねバーに行ったんですよ。でまあいつも通り飲むのかなと思って、まあ、よくたまに飲んだりするんで、そしたらもうびっくりしたんですけど、もうびっくりしたんですけど、なんとあの明石家さんまさんがいたんですよ。明石家さんまさんがもうびっくりっすよ。でそこでそっからまあレペゼンのメンバーとかヒカルさんとかも来て、みんなで飲んだんですけど、さんまさんといろいろ話を聞いて、でもとにかくね第一印象はめちゃくちゃ面白かった。マジで俺びっくりしたのが、普通芸能人の人とか、まあ YouTuber もそうなんですけど、プライベートで会うと結構面白くない人多いんですよ。お笑い芸人面白くないとか言う人いるじゃないですか。でも実際あれは本当で、テレビの前とか画面の前だから、キャラクター作って喋れるけど、プライベートはネクラだったりとか全然喋れないやつって結構多いんですよ。でもさんまさんは本当に画面の中のさんまさんのそのままでした。もうずっと喋ってるし、その一つ一つが面白いんですよ。面白いんですよ。で、まあ、僕たちみたいなね、YouTuber みたいな人たちにもめちゃくちゃ優しいし、まあ、一般の人とかもいたんですけど、すごいもう訳隔たりなく話してて、さんまさんとなんか一緒に肩組んでなんか飲んでるね、そのなんか男の子とかね、いたりとかして、意気投合して、すげえなんか、イメージと違いましたね。芸能界の大御所ってさ、なんかすごいこう、なんだろう、まあ、ある意味で偉そうとかいうか、まあ、偉いかもしれないんだけど、偉そうにしてたりとか、なんかこう、全然一般人とかに興味もないし、喋りたくないよって人が多いのかなと思ったんですけど、さんまさんは違ったんで、僕は本当に感動しました、マジで。マジで感動しました。で、まあ、ずっとね、さんま御殿とか見てたんで、こんなところで、まあ、会うことがあるのかと。で、僕の人生で、そういう人と会う日が来るなんて思わなかったですね。で偶然って本当にすごいなと思いました、マジで、うん、偶然って本当すごいなと思ってて、 YouTube どう思ってますかって聞いたら、やっぱさんまさん言ってたのはもう YouTube は敵だと、 YouTube は敵だけど、やっぱりYouTube は敵だし、テレビを盛り上げたいと、俺は死ぬまでテレビをずっと盛り上げていきたいって言ってて、やっぱ一貫性があって、ブレない人なんだなと思ったんですけど、今ヒカルさんに対してね、ヒカルさんとまあ3人で、ね、最後の方飲んでたんですけど、君たちみたいなのがこれからの時代変えるんやでって言って、ヒカルさんの肩パンって叩いてて、俺それ見てなんかすげえ嬉しかったんですよね。僕はね、ヒカルさんのチャンネルに取り上げてもらったから YouTube 伸びたりしてて、これ結構本当に感謝してるんですよ。なんかヒカルさんの影響力をちょっとね、使わせてもらっての伸びた部分ってやっぱりあるし、ヒカルチャンネルから入ってきたよって人結構やっぱ多いんですよ。今も多分多いと思うんですよ。で、そのまあ僕からすると同世代のその YouTuber としてのトップだと思ってるんですよね。本当にすごいなと思ってるし、やっぱストイックだなと思ってるし、でそのそういうヒカルさんと、芸能界のトップの明石家さんまさんがこう話してる時に、僕は客観的になんかすげえ嬉しかったんですよね、うん、これでやっとこうテレビと YouTube の、壁が少しなくなるんじゃないかなって、うん、で、まあ、写真とか撮らせてもらって、写真上げていいよって言ってくれて、普通なかなか上げていいって言わないじゃないですか。
多分写真上げたりするの NG なんだろうなと思ったんですけど、もう全然 A でって言ってくれて、でまあさんまさんじゃあコラボしてくださいよってやっぱ言うじゃないですか。そしたらやっぱもう俺はもうテレビしかやらんって言ってたんで、多分さんまさんが YouTube に出てくることは多分ないと思うんですけど、まあ、それでも動くんじゃないかなと思いますよね、うん、時代って変わりましたよね。時代って変わったよな本当に、うん、でさそれででまあいざ、の結構飲んでシャンパンとかワインとか結構飲んだんですけど、で会見になるじゃないですか。で僕もね、まあ、一応ね、まあ、それなりにお金を持ってる立場なんでお金払おうかなと思ったら、もうええでええでって言ってくれて、で結構ですよ、まあ、金額は言わないですけど結構びっくりするような金額を、ごちそうしてくれました。本当だから、なんだろうな、なんかもう本当ごちそうさまでしたしか言いようがないですよね。え、ごちそうしてもらえんのみたいな、まだお金払ってても一緒に飲みたい人なんで、でもごちそうしてもらってめちゃくちゃ良かったし、めっちゃいい経験できました。本当ありがとうございました。さんまさんごちそうさまでした。いや、よかったな、まあ、なんか人生って何があるか分からんね、マジで。とりあえずやっぱそれを繋いでくれたアスカキララさんに感謝ですね、はい、やっぱキララさんはすごいですね。キララさんはやっぱ力持ってますよ、はい。